バウアー争奪戦勃発。バウアー本人は今後について投手が打席に立つことのない DH 制をシクパリーグでのプレーを希望している模様。さらに YouTuber としての顔を持つためチームロッカー内など細部の動画撮影可能な球団を求めているという。どうせ最終的には金なんだろう。マータシルエットかアメリカ帰らんの。ハムは今年から許可なくライブ配信するの禁止になったよな。動画投稿はどうなんやろ。ミチコメ通算に100勝してカネヤンに緑のジャケット着せられてほしい。サイヤング投手にバントさせる失礼な球団だったらしいな。オリバンク行ったら手がつけられなくなるからリクラスのチーム頑張れよ。 DH なんてぬるいこと言ってないで巨人に来い。ベルドの設備撮影して入団希望選手減らしてほしい。金出せるのなんてホークスぐらいだろ。環境だけならエスコン一強やけどハムはその他のマイナス要素がね。山本由伸のポスティングマネーで折り獲得が一番あり得る。巨人なら試合後六本木でパーティー。やっぱ DH なしって投手も集中できない。嫌なメリットゼロのクソ制度やん。ハムはインスタライブすら許可制になって誰もやらなくなったもんな。ご視聴ありがとうございました。